1> 第1回参議院議員通常選挙は1947年4月20日に日本で行われた国会議員の選挙である。この選挙は日本国憲法の制定によって新しく設置された参議院における最初の選挙である。参議院議員の改選規定は日本国憲法第46条に定められているが、この選挙では第1期の参議院議員を選出したため、 日本国憲法第102条の定めにより、全議席の選出が行われ、当選者を当選順位に基づいて、上位当選者と回答選者の125人ずつ2つのグループに分けた。上位当選者の任期は、規定通りの6年として、第3回参議院議員通常選挙における、改選議席、回答選者の任期は3年として、第2回参議院議員通常選挙における、 改選議席とした。参議院議員選挙法は、不足第一条で、破産者で復権を得ない者、貧困により生活のため講師の救助を受けまたは、不助を受ける者、一定の住居を有しない者、または、刑の執行割もしくは執行を受けることが、なくなったもので、衆議院議員の選挙権を有しない者と皇族と、家族の故事は、当分、この法律の規定に関わらず、 選挙権を有すると規定されていた。なお、岐阜県選挙区では、定数2に立候補者が2名しかなく、無投票当選となった。そのため、どちらを上位当選者とするかは、くじ引きで決定した。自由党日本社会党民主党国民共同党、日本共産党諸派無所属各選挙区上段は、当選、下段は、補欠当選補欠当選者自由党日本社会党。 民主党国民共同党日本共産党所派、無所属自由党日本社会党民主党国民、共同党日本共産党所派無所属1から50位が当選、51から100位が補欠当選。ありがとうございます。